まさかこんなところに家が埋まってる道の駅があるなんて。長崎県島原市にある道の駅ひまわりのご紹介。2021年に閉館したこちらの道の駅、今春4月にリニューアルオープン。地元特産の野菜も豊富に売ってあるんだけど、私が一番びっくりしたのは、見てこのコーナー、全部ちゃんぽんと皿うどんしかないの。やばくない？そしてこっちはオールそうめん。やばい、長崎名物のちゃんぽんやそうめんの種類の多さにほんとびっくり。外には佐世保バーガーなどの軽食を販売するお店や、長崎名物のそうめんやちゃんぽんを食べられる食事スポットもあります。さらにここの道の駅では土石流被災家屋保存公園を併設しており、雲仙普賢岳の災害の歴史を知ることができます。1990年代に発生した雲仙普賢岳の噴火で、この場所はたびたび土石流に襲われ、家屋が埋没していました。災害を後世に伝えるべく、被災した家屋が今も残されています。一部は近くの場所から移設してますが、被災当時のままのものもあり、間近で見ることができるので、時間がある方はぜひ散策してみてください。ちなみにこちらの見学は無料となっております。地元の人からも愛されているこちらの道の駅ひまわり。ぜひ島原観光に行かれた際はお立ち寄りください。島原よかとこー。